改革フォーラム21は、自由民主党の派閥の一つであった、羽田派、別名羽田、小沢派の正式名称。新政党決闘により、同派が発展的解消された後は、派の中心人物であった小沢一郎の資金管理団体となる。1992年10月14日、形成会会長、金丸信は、東京佐川急便事件の責任を取り、 議員辞職願いを提出。これを契機として、小沢一郎系グループと、竹下登直系グループとの間で派内の主導権争いが表面化した。小沢系は、羽田勤を竹下直系は、小渕慶造をそれぞれ後継会長に推すこととなり、金丸の辞職願いが受理された10月21日の朝、国会地区のキャピトル東急ホテル前で、 羽田擁立集会が行われた。10月28日、形成会の臨時総会で竹下派座長、原田県の意向表明により、小渕の会長就任が決まった。後継会長争いでは、竹下系が小渕を、金丸系が羽田を押して分裂した際、竹下の秘書や選挙区内の県議経て、国政進出した青木美紀夫は、斉藤十郎らと伴いに、小渕支持に奔走。 羽丸系である小沢の3院は後からついてくるという3人警視発言が瞬時に伝わり38人中30人を小渕指示で固めた。臨時総会から5時間後小沢系議員は小渕会長就任を不服として発注派改革フォーラム21を結成すると発表した。グループは羽田擁立集会に結集した衆議院議員36人でスタートした。 同年12月の内閣改造に際して、羽田への外務大臣のポスト提示があったものの、羽田は辞退。その結果小沢系には、軽量級閣僚ポスト2つが当てがわれる。さらに、自由民主党幹事長には、派内の半小沢強硬派である、梶山清六が就任。これらの内閣改造、党役員人事の直後の12月18日。 改革フォーラム21所属議員が竹下派を離脱し、正式に改革フォーラム21を派閥として旗揚げした。羽田派は党内刷新を掲げ、宮沢喜一首相に対して、小選挙区比例代表並立制と政党交付金の導入を柱とする政治改革を断行する、要要求。宮沢はこれに応えるべく努力すると回答するも、 結局、いわゆる政治改革4法案は廃案となる。1993年6月18日、羽田派は内閣不信任案で賛成する意向を示し、羽田派の閣僚であった船田元中島守も閣僚辞任して不信任票を投じた。その結果、不信任案は可決、宮沢内閣は衆議院を解散した。 6月23日に羽田派の国会議員は自民党を離党し、新政党を結成した。当初、羽田派は自民党を離党せず、選挙後も党内に止まる方向であったが、内閣不信任案に反対した竹村正義らが6月21日に自民党を離党して、新党先駆けを結成したため、不信任案に賛成して党内に止まるのは説明がつかないとして、 新党結成に至った。新政党決闘後も政治団体として存続し、小沢の資金管理団体の一つとなる。現在の代表者及び会計責任者は川島智太郎。2004年10月、自由党に支給された政党助成金が原資とみられる約15億円が政治資金収支報告書に記載されることなく入金されたことが 2009年から2010年にかけて持ち上がった小沢の政治資金問題に関連して報道された。2006年9月、コーラムの代表権会計責任者であった小沢の側近が亡くなっている。ありがとうございます。